アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですねシリーズラッキーガチャやっていきたいと思うんですけど、今回はファイナルファンタジー8ですね。好きなシリーズトップ5、そんな感じでしょうか。回していきたいと思います。はい、今回なんですけど回すのはファイナルファンタジー8なんですが、キャラクターチェック1、2いきましょう。前置き長い DJ ソアライズすいません。はい、まずはスタメンなんですけど、リノアちゃん、セルフィーちゃん、スコールちゃん、ラグナちゃん、イディアちゃんで並べています。氷パーティーでガンガン行く感じですね。チェインモチャ、ラグナとイディアがいるので、あとまずリノアちゃん、リノアちゃんのそういえばチェイン持ってないな、Q チェイン。そんな感じで見ていきましょう。あ、みんな覚醒は持ってると思うんですけど、シンクロは持ってないですね。 Q チェインでも欲しいな。シンクロ2個持ってんだ。うわ、シンクロ欲しい。シンクロって誰も持ってないんですよ僕の。セルフィーちゃん一応ドレスレコード、ドレスレコードドレレコ回収してるんで、セルフィーちゃんシンクロ欲しいな。でもこれガチャ回さなかったっすからね、8は。セルフィーちゃん結構回収したいかな。スコールタンもですね欲しいんですよね。覚醒1個も、あ、覚醒2個出てんのか、炎の方か。シンクロも2個出てますもんね。強いやつだけ持ってない、そんな感じですかね。でラグナタン、ラグナタン確か覚醒が持ってて、覚醒2個目欲しいかな。欲しいのいっぱいですね。音楽サマー系にしてますね。この沖縄っぽい感じの部分好きっすね。ナイスサマーリメイクって感じで、サマーリミックスか、サマーエディションですね。まあ、エディエちゃん欲しいのは何だろう、星6千里かな。氷だとスタメンなのでね。チェインも持ってるので、チェインはまあラグナちゃんで物理寄りか、イディアちゃんで魔法寄りかって感じでやってます。で8見ていきましょう。キスティ先生は何も持ってないね。これ確か即時発動シェイズチェインですよね。まあ、これあったらちょっといいかな。ゼルちゃんはどうでしょうか。超絶オーバーフローギーバースト。アーバインちゃんはですねバーストのみか。サイファーは昔闇ではスタメンだったんですが、もう今やって感じですね。雷神ちゃんは戦技のみ。風神ちゃんは覚醒持ちだったと思う。覚醒出たんですよね。覚醒出たのでこれでまあ風魔法パーティーでも踏みとどまったって感じですかね。スタメン今のところはチェイン役ですかね。風チェイン多分誰やろう。まあ、チェインはやっぱり風神ちゃんかな。でもアルフィのチェインがいるけど、アルフィのシンクロ持ちで覚醒持ち、覚醒持ってないのか、覚醒持ってるか。なので、まあ、アルフィノちゃんがチェインをやらずに風神ちゃんチェイン役になるって感じかな。オバフローギ欲しいですね。また星6戦技持ってればより一層強くなるかなって感じですね。キロスちゃん、キロスちゃんなんもないでしょう。なんもなし。ウォードちゃんもなんもないでしょう。なんもなし。アルテメシアちゃんはどうでしょう。風覚醒だっけ、持ってますよね。です。闇か、風闇か。シンクロ欲しいですね。では行ってみましょうか。行くぜ。チケットはまだ温存。ファイナルファンタジー8。リノアちゃん強化、リノアちゃん強化、スコールちゃん、リノアスコールちゃん強化で行きたいところですね。シンクロ何が入ってるんだろう。お、シンクロ結構入ってる。シンクロこれが、リノア、リノア、ケイオスロット。これ誰だろう。これってあれですか、ケイオスロットって。セルフィーターン。行きましょう。シンクロってなかなか僕出ないんですよね。それじゃあ行ってみましょうか。 DJ ソラヤズメロージャム TV ファイナルファンタジー8シリーズハッピー、ハッピーじゃないか、シリーズラッキーガチャ装備召喚行ってみましょう。ホロイムはレッツゴー。数出てくれ、数。わあ1個か。じゃあ量より質で、もうかぶりでスタメン強化お願いします。まあ、ラグナ覚醒2とか欲しいですね。まああとなんだろう、持ってない覚醒、もう覚醒以上じゃないと、星6戦技じゃないと当たりって感じしないですもんね。レッツゴーホロイムはカモン。この銃誰だろう。ガブリだ。ラグナさんですね。ガブリやー、ワンボクラー。まあ、ラグナ の, かあの覚醒は出たっすね。まあ、弱体できるんでね、これ2回使えたらまあいいかなと思うんですけど、15はなかなかきついでしょう。ありがとうございました。DJ ソライズメロージャム TV 覚醒は出たんですけど、かぶり、もうふざけんなって感じなんですけど、まあ、めげずにガチャ回していきたいかなと思ってます。見守っていただけたら嬉しいです。ざわみろと思ったやつはいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソライズメロージャム TV& メロージャムゲームズ両方毎日更新、ファイナルファンタジーレコードキーパーやってます。それでは次回の動画も楽しみにしてください。サンキューマンハロー。